ニコライ・イワノビッチ・ノスコフは、ソビート連邦、ロシアの歌手であり、ハードロックバンド、ゴーリキーパークの元ボーカリスト。ゴールデングラム本賞を5回受賞。1980年代初期には、アンサンブルグループ、モスクワのメンバーとして活動し、ゴーリキーパークに加入する直前の1988年には、バンド、グランプリに参加。1990年代後半には、 ニコライバンドで活動した。1998年からソロ活動を行い、6曲のアルバムをリリースした。2015年にはオーディション番組グラブナ・スセイナの第2シーズンで審査員を務めた。2018年7月1日には功労芸術家の称号を授与された。ニコライノスコフは1956年1月12日にロシアのスモレンスク州グジャーツクで 労働者階級の家庭に生まれた。父ワンのスコフはロマに期限を持ち、工場で働いていた。母エカチェリーナのスコアは建設現場で働くミルク生産者であった。ニコライに加えて家族にはさらに4人の子供がいた。ニコライが8歳の時、一家はチェレポ別の町に引っ越す。子供時代はアマチュアバンドに参加し、14歳で、 北西地域大会で最優秀歌手賞を受賞した。1981年にノスコフはモスクワに加入し、1982年からはリードシンガー及びギタリストとして活躍し、メロディアから発売されたアルバム UFO を発表した。1987年に映画、消えた船たちの島のために数曲を提供した。1987年以降、彼は ボーカルや作曲家としてバンドゴーリキーパークで活動。同じロックミュージシャンの大御所であるジョン・ボン・ジョビア、クラウス・マイネとは、それぞれ1989年と1990年に共演をしている。ニコライは、ガールフレンドのマリーナと結婚している。二人の間には、娘エカチェリーナがいる。孫娘、ミロスラバもいる。2017年、ニコライは警部に決戦ができる。 病気のため入院した。ありがとうございます。